スユラブルグント王国は、キュブルグント王国のあった地域のユラ山脈以南に存在した王国。下ブルグント王国、テーブルグント王国とも呼ぶ。西フランク王国の重心母ソが独立して成立させた。母ソの王位は皇帝ロタール一世の息子であるシャルルが建国した、プロヴァンス王国のものを引き継いでいたため、この王国は、プロヴァンス王国とも呼ぶ。母ソは、 西フランク王シャルル2世王妃リシルドの兄であった。西フランク王国の有力な諸侯の一人であり、シャルル2世イがイタリアの皇帝ロドビコ2世から奪ったプロバンスの支配を任されていた。また、ボソは、シャルル2世の王太子ルイ2世イの執事護衛長でもあった。しかし、シャルル2世イがイタリアへ進出して自ら皇帝となり、東フランク王国へも攻撃し出したあたりから、 シャルル2世とボソは関係が次第に悪化した。877年、ボソはとうとう反乱を起こし、シャルル2世に吸収されていたはずのプロヴァンス王位を名乗った。ボソの勢力圏はプロヴァンスの北のキスユラブルグントにも及んでいたため、ボソは当時空位となっていたブルグント王をも名乗った。ただしこの段階ではあくまでも西フランク王国内の文王国としての名乗りであった。 同年に、シャルル2世が死去すると、ボソはもともと貢献していた、ルイ2世の補佐役に戻った。879年に、ルイ2世が創生すると、息子のルイ3世とカルロマンの二人が西フランク王に即位した。父と異なり子の二人には、ボソの影響が及んでいなかった。国王が二人というところに、 ボソが付け入る隙があったが、自らをとなろうとしたボソの主張は受け入れられなかった。ボソは反乱を起こし、プロヴァンスで完全に独立した。880年、リブモント条約の時に領土を確定、首都をしたブルグントのビエンヌ都市、ここにキスユラブルグント王国、別名プロヴァンス王国が成立した。ボソは、 西フランク王、カルロマンと東フランク王カール三世により攻撃されたが一度は防衛に成功した。しかしボソの弟リシャール正義公はカルロマンを支持して兄をさらに攻撃した。882年にボソは領土を奪われた。プロヴァンスは再び西フランク王国領となったが、ボソは大幅に縮まった治療で、プロヴァンス王とブルグント王を名乗り続けた。 884年、イタリア王と東フランク王を兼ねる皇帝カール三世が西、フランク王よも相続して、フランク王国が統一されたが、ボソだけは従わなかった。887年に、ボソが死ぬと、カフのエルメンガルドと幼い息子のルイは、カール三世のもとに身を寄せ、ルイはカール三世の養子となった。888年に、カール三世が死去し、 フランク王国は分裂した。母ソの息子で、カール三世の養子でもある、ルイ三世が、プロバンス王位を継承し、キスユラブル軍と王国が復活した。ブル軍と王位は、ユーラブル軍との在地貴族である、ルドルフ一世が得て、ユーラブル軍と王国を成立させた。成長した、ルイ三世は、トスカーナ編教博アダルベルト二世の養精で、イタリアに進出。 イタリア王ベレンガーリオ一世を破った。900年にはイタリア王に即位。901年には西ローマ皇帝として退官された。900年頃東ローマ皇帝の娘アンナを埋めとった。生まれた子供に西ローマ皇帝のカール大帝と東ローマ皇帝のコンスタンティヌス大帝にちなんだシャルル・コンスタンティンと名付けまさに絶頂にあった。しかし905年。 マジャール人傭兵を率いたベレンガーリオ一世に反撃されてしまった。捕らえられたルイ三世は目をつぶされプロヴァンスに追放された。ルイはプロヴァンス王を名乗り続けたが実権はまたいとこで義兄のアルルハクウーゴが握った。ウーゴは911年にプロヴァンス公をビエンヌ皇に任命された。同年ルイ三世は首都をビエンヌからアルルに移した。 アルルに移した後のキスユラブル軍と王国はアルル王国とも呼ぶことがある。ウーゴは盲目となったルイ三世に代わってキスユラブル軍と王国の実験を得た。一方でイタリアではユーラブル軍とオールドルフ二世がベレンガーリオ一世を倒してイタリア王となる事件が起きていた。ベレンガーリオ一世派だった諸侯はルドルフ二世を認めず925年にはプロバンスのウーゴを イタリア王に選んだ。イタリア諸公の要請を受けたウーゴは926年にイタリアへ進出し、ルドルフ二世をイタリアから追い払って単独のイタリア王となった。しかし未だ、プロバンス王であったルイ三世は、この隙に息子、シャルル・コンスタンティンをビエンヌ博につけた。ウーゴは、ルドルフ二世と組んだシャルル・コンスタンティンに対抗するために西フランク王国と結んだが、 この作は完全に裏目に出た。シャルル・コンスタンティンの影響力を削ぐことができなかったばかりか、西フランク王国のキスユ・ラブル軍と王国への介入を許した。928年にルイ三世が死去したが、ウーゴもシャルル・コンスタンティンもキスユ・ラブル軍と王国の派遣を得ておらず、プロバンス王位は空白となった。三十二年にウーゴはイタリアでの王権を確保するため、 ローマ教皇領の実権を握っていたマロツヤと結婚することになった。しかしその結婚式の最中、マロツヤの息子アルベリーコ2世にクーデターを起こされ、命からがら逃げ延びるという失態を犯した。ルドルフ2世とのイタリア王位をめぐる対立も未だに続いていた。ウーゴはキスユラブル軍と王国を捨てて、イタリアに専念し、皇帝位を目指すことを決意する。 933年、ウーゴはルドルフ2世と交渉した。ルドルフ2世がイタリアに持っていたすべての権利を放棄させる代償として、ウーゴはキスユラブル軍と王国を譲り渡すことになった。こうして、ユーラブル軍と王国がキスユラブル軍と王国を併合し、プロバンス王位は廃止された。ウーゴは皇帝になれないまま息子ロターリオ2世をイタリアに残して、 プロヴァンスに陰性することとなった。一方で、シャルル・コンスタンティンの娘向子ボソは、アルル博となった。さらにその子、つまり、シャルル・コンスタンティンの孫である、ルボー二世教務一世は、アルル博を解消したプロヴァンス博となった。結局はボソとルイ三世の血統がプロヴァンスを、統治し続けたのである。882年に、キス・ユラブル軍と王国は勢力を弱め、大部分は、 西フランク王カルロマン、カール三世に奪われた。888年にカール三世の医療を分割する形でキスユーラブル軍と王国復活。表記はユーラブル軍と王国に侵攻されて滅亡した年。東フランク王カール三世と西フランク王カルロマンに攻撃され、領土を奪われ、882年に再び西フランク王国領となる。 888年に独立を回復した。ありがとうございます。